နာရှိရဲ့လို့ကိုပြတ်ပြတ်သားသားလုပ်နေတယ်။ဒီပြေဇာဝေယုံမှာပါရေးဒီကောင်းလीတော့။နေ့နေ့၄နာရီအချိန်မှာအမေစုရဲ့နေရအချိန်နေပါ။အချိန်အခမ်းမီလို့နောက်တစ်ညပြေးနေတယ်။ เบเรซิโออมีหลอกเบะตงซวยกึซาตงวยยาเกะดาเมบีบจีเกะเมะเฮ้ไซเมะพ้ามี่เยนเลพ้ามี่โบโยมาตองดีเนยองมะคาเรตองรวยเก็งแกเลบีดีกาเวยึจังบีดีเอฟกูบีดูกาเวตีจองเล You know what what はい、えー、本日の高橋宏樹のシネマ感配信も。 映画関係者の方とお話をさせていただきます、えー、まずは自己紹介のほうお願いいたしますはい、えー、ジャーナリストの北住裕樹と申します、えー、僕はヤンゴンミャンマーのヤンゴンで長いこと仕事をしていたんですけれども、えー、そこで、えー、クーデターに遭遇をして、えー、拘束されて、えー、キックしてキュックしたというそういう経歴がありますはい、えー。今回ですねあのーはい、夜明けへの道という、えー 映画の、えー、お手伝いさせていただいているんですけれども、はい、あの監督のコパウさんとは、もともと友人でして、はいえー、その縁でク、えーデター後に、あのー、監督も僕も、僕は拘束されますし、監督は国境地域に逃げる、はい、そういうことになるわけですけれども、はいえー、そういう中で、あのー、日本でも映画やりたいんだということを聞いて、お手伝いさせていただいてます。 はい、でこれはああの監督自身のもうセルフドキュメンタリーという感じで、もうまだこれ、ING の、ね、話で終わってる話ではないので、あのそれがあって、菊田澄さんも割合そういうこの監督と一緒の状況もあったということですね、少しは重なる部分があるんでしょうかそうですね、クーデター始まってから、はいえー 市民たちがあのデモに、コパウ監督含めて、はいえー、デモをして、はいえー、その後弾圧されるという流れですけれども、はいはい、そこの2か月半ほどは私が、はいえー、体験したものと、コパウさんが体験したもの、似ていると思います、はいえー、これ作品のもう概要は、先ほど言いましたけど、もう監督自身の今のもう状況を取っているというか、まあ、それを皆さんに見ていただいて、 いいろいろ、まあ、根,根底にはこの平和っていうテーマがあるんですけども、まあ、それを考えてほしいというセルフドキュメンタリー映画ですよね、大きくそうですね、あのーえー、彼らにとって、日常が、はいあのー、軍事クーデターによって壊されてしまって、はい、そこで、えー、そのいう状況にいた人間が何ができるか,というか。はい そういうところの,あの悩みを含めて、はい、自分の,あの、えーまあ、デモに参加する、はい、逃げる、解放軍と,と行動を共にする、はい、そういったところの、はいえー、各場面の、えー、心情を描いている、はい、そういうような、えー、作品だと思います。そこから、えーまあ、コパ監督、はいえー 並びに他のミャンマーの人たちの思いが、はい、あの垣間見えるそういういこと、かなそうですね、あのだからこうこう、映してる場所もちょっと少しずつ移動していってるし、状況も変わっていってて、ね、その周りの方の状況もね、ずっと変わっていってそこがやっぱ、ちょっと少しあの、まあ、映画的に言うとロードブームになるんですけども、まあ、そういう雰囲気もあって、ですよね、ずっと。そうですねあの、あのー 時系列にあのいろんな場面があるんですけれども、やっぱりあの例えば逃げるところですね、そういうところも、彼が iPhone で自分をバイクにまたがりながら撮った、車に乗り換えながら撮った、その潜んでいる部屋の中で撮ったという、そういう。 詳細にあの記録されたものが非常に貴重な作品だとお国柄も違うんですけど、やはりこのミャンマーではこういう、どうですか、反対のデモをしただけで、こういう状況に追い込まれてしまうわけですか、それが、ね、日本でもデモもあっても、なんかわーわー言うだけで終わってしまって、そ,ういうそこまで拘束まで、今はないと思うんですけど、やはりこのミャンマー的には、やっぱりそういう行為はもう。 そこまで追い込まれてしまうんですかね。そうですね。あの、うん、まあ作品に出てきますけれども、はいはい。クレタ以前のあの時代というのは、はい、あの民主化、はい、に向かっていた時代なんですね。はい。なのでコ、はい、パウ監督自身もあの、はい、それなりにあの自由に作品を作ることができて、はい、えー。仲間と一緒にあのこう。えー 映画を作る場面とかが出てきますけれども、ある程度、あのーうん、自由であった、はいでえー、デモも、あのー、ありましたけれども、その時は、えー、そんなにあの捕まることもなかった、はい、でただ、そういうその自由にその映画作りができていった時代がクーデターで、えー、一変してしまってですね。はい であああの、まああのまもちろん映画人も弾圧されますし、うんえー、まあ私、メディアの人間ですけれども、はい、あのジャーナリストたちが次々と捕まっていくわけですね。まあそこがあのこの作品でもあの、うん、冒頭が非常に明るいシーンで。 なんというか、自由に、あの、表現ができていたと。はい、はいはい。そこから、見る見るうちに、あの、うん、そういう自由が奪われていく。うん。えー、友人たちが散り散になっていくという、そういうような、あの、経緯が描かれています。はい。なので、あのー、まあ、今までは、あのー、クーデター前は、えっ、ー、と、そういう時代ではなかった。うん。だかね。で、ただクーデターで、えー。 私たちのチームも、あのー、お、くなり、友人たちが捕まり。そういうような、あの、状況を、あの。ですね。なので、それ、うん、これ見ていただくと、のその変化、うん、落差が非常によくわかる。はい、そう、そうなんです。あの、前半で、ね、監督が撮った、その、動画ずっと捨てて。我 <laughs> 々、ね、それは、ちょっと、微笑ましいのと、コメディたちなんと、今まで監督がやられてきた、ね、うん、その映像の。 練集体制みたいなのがあって、そのテンションでちょっと入っていくんで、まあ入りやすいとら入りやすいんですけども、ねまあ題材が重たいのに、なんかそのテンションで拝見していいのかなと思いつつはしたんですけどね、まあ、そこでその差があるっていうのが、まあ、一つ表現するための冒頭のシーンだったわけですね。そうですねあのー ちょっと構えて、あのー、<laughs> 見に行くと「あ,のあれ?」っていうそういう,そういうようなイントロで始まるんですけどただそこで、あのー、書かれている、あのーまあ、家族が出てきますけれども、はい、そういうところが図、あのー、らずも伏線になっているといかはい、はい、その家族がその後、うん、あ,あんなにこう,うん、うん、バカなギャグをやっている家族が。はいはい あのあれよあれよといううちにあのー、いろんなトラブルに巻き込まれていってういう逃げなくてはいけない、はい、もしくは命を狙われる、うん、そんなあのー、ところがああのー、まあ、それもあのー、当時そういうつもりで撮ってるわけではなかったはずですけれども、はいはい、それがあのー、膨大なあの彼の記録が残ってますので、うん、それをあのー、そういう表現、うん するように、あのー、編集しして表現だから何もなければもうそのまま監督もねそういう映画を撮り続けたかもわかり撮り続けたどだけどやっぱりクーデターがあってもうそういうのからこう、まあ、作風が変わる、まあ、ドキュメンタリーになりますけど一、えー、本目が歩まなかった道ですかねもう、はい、撮るのは、えー、クーデターがあったからっていう感じですよね。 そうですね、はい、あのー、はい、えっと、コパウ監督の作品、僕もあの、えっと、ミャンマーでたくさん見ているんですけれども、あの、まあ、あの社会問題には踏み込むんですけれども、はい、基本的にはあのエンターテイミンメントの、はい、監督さんなんですね。うんうん、で、えー、その 私も、あの、えっ、ー、と、実は、あの、コパウ監督の映画に、はい、あの、日本人役としてちょっと出させていただいてることがあります。はい、はい、はい、はい。あの、本当に、あの、楽しそうに、あの、うん、映画を撮るんですね。はい、で、新しいシーンを、あの、いろいろ、あの、スタッフと議論しながら、はい、あの、開発していったりとかですね。うん、はい。あのー、こう、 えー、ここはこうだっていうようなこだわりのある方なんですね。はい、でそういうあの本当にあの映画人として映画が好きな人間で、うんえー、そういうのをあの撮っていてでその民主化の流れの中で、はいえー、例えば海外からですねたくさん依頼が来るだとか、はいあのー、そういう自分たちの、あのー、今まで 長年の検閲の中でできなかった、はい、そういう作品が今だったら作れるという、そういう思いがあったんですね。でまあ、なんですけれども、あのーまあ、それでオパワ監督は、例えば日本との共同制作もあったと言ってますし、はい、そういう、あのー、作りたいものがたくさんあったはずんです。うんうん それが、あの、まあ、こういう、あの、クーデーターという状況になって、えー、コパウ監督もジャングルに入れる形になって。はい、で、やっぱりそこは本人としても悔しかった。ただ、あの、作品にも現れている通り、そこでも撮り続ける。はい、そういうような、あの、あの、ことを続けてますんで、やっぱり本当に映画が好きなんだ。うん そうですねまあまあ監督ですもんね、ちょっと少し俳優さんをされてたみたいなんで、はい、のその辺の <laughs> ちょっと動きも、こうドキュメンタリーの中に少しあふ普通の人じゃないなっていうところも、ちょっとね、やっぱり行動的にはにおわせる部分があったりとかして、はい、そうですね <laughs>、うん、あの視点もそうですし、はい、やっぱりあのあ,あ,あらゆることが。あのー え記録しているというのも、はい、や,やっぱりその、えー、まあ,あの狭い逃亡中の部屋で自撮りとかをするわけですけどもやっぱりそれはちゃんとあのプロとしてあの計算された、うんあのー、撮影の仕方だと思いますね、はい、だからあのまあクーデターでこうちょっと戦闘シーンみたいなのもあるんですけどもやはりまあこういう題材の映画って我々われすごく派手めにね とるんですけども、これは現状やからこう。派手さでもちょっと違いますよね。その部分はね。映画やったとこう。もう演出的にもバンバンバンって言うんですけどそのやっぱり爆発の仕方もまあ、大き大きければいいっていう表現で映画は表現しますけど、やっぱりドキュメンタリーの事実っていうのはまあ、そんなに派手ではない。爆発もね。あるでしょうしね。まあ、その辺がちゃんと描かれてたなと思いましたね。うん そうですね、うん、あの逃亡をするところをあの自分で撮ってるシーンが非常に尺が長いシーンがあるんですけどそれも本当にあのこうバイクで追いかけてきていないなみたいなところのつぶやきだとか、うん、そういうのを拾っていてですね。はい、でそういういあの でそこのシーンがあの非常にあの逃げる途中なので画像が乱れるんですけれどもはい、はい、それが、まあ、その後で聞いたらですね本人はあのどうも気に入らなかったた, <laughs> <あの> <laughs> ただそれが非常に iPhone ですので、はい、逆さになって映ってたりするんですけれどもはい、はい、それが非常にあのなんというか臨場感。 よくここで、うんあのー、撮り続けたなというのはい、はいまあ、思いますけどね。ねだからも、ね、本当にもあの、まあ、死を覚悟しているということばも入ってましたけども、まあ、それを覚悟しながらやから撮れた映像っていうのも、ね、いっぱいあると思うんですね。そううですね、うん我まあ、あの後半戦にどうですか我監,監督かからのメッセージというか我 訴えっていうか問いかけっていうのがね、いろいろ我終盤にかけては我、我語られてるんかなっていう感じで、ちょっとそこで、われ、うん、その作品の核心に最後の方は来て、見てる方もちょっと考えさせられるような、うん、なんかそういうシーンが我、わ多かったかなと思うんですかねそうですね、やっぱりその本当に困難な中で何かの道を選ばなくてはいけない、はいうん、わけですね。はい ままあその、まあ、彼はそのジャングルに行って抵抗軍と行動を共にするという選択をしていますけれども、やっぱりこれ、あのその経緯、その彼の発言を見ていると、やっぱり自分だったらどうな、うんだろうかというところに、やっぱり考えが突きつけられるというか、いとも思います。 終盤の、ね、なんかミャンマーのシーンもちょっとぐっとくるところもあるし、あのまあ、こっちはやっぱりちょっと距離感があるから、客観的に見るところがあるんですけどね、なんかやっぱり争いはなくならんないのかなっていう、ちょっと疑問視が見ながら出てくるし、ね、平和は必要ないんかなっていう、ね、ことも思ってきたりしちゃうんでねあの、ミャンマーってそんな国なんやと思いながら。 そこへちょっと悲壮感というか、心の中の悲壮感がね、ちょっと感じましたからね、うん、そうですね、うんうん、そう、えー、お母さんがあのー、い各場面でその自分の発言を取っている中に、はいうん、非常にその悩みが出ている部分とかがあると思うんですね。はいはいはい 例えば、あのー、子供が自分も戦うみたいな、うん、あのー、発言をする部分がありますけれども、ねはい、そういうところで、えー、まあ、コパウさんは、それを、あのー、カメラで、えー、自分の表情を撮っているわけですけれども、はい、やっぱりあの時の彼の表情とかは、うんこう、言葉、やっぱり彼自身の中でも言葉にならない。 とところだと思うんでですねでただ、はい、あのその会話をその表情とともに撮っていることで、うん、非常にあの、えー、彼がどう感じたんだろうかとか、そういう部分が、その言葉では表現できないんですけども、はい、そういうものがあの記録されているなという,う。やっぱりね、あの日本の方もこの作品を見て、やっぱりいろいろ考えていただいて、まあなんか、 離れていてもできる支援になればっていうことなんですけどね、あのこれはあのあれです、ね、映画ねあの、配給の一部が、収益の一部が支援金として今回送られるということを聞いてますんで、我々、はい、あのそういう鑑賞することで少し支援ができるんかなっていうふうに皆さん見ていただくとね、あのまだ募金だけやるとまたちょっとまた違うんで、見ていろいろ考えながらね、 それで、干渉が支援につながるというところも、いいのかなって思いますね。そうですね。その、やっぱり、その感覚を共有して。いただいて、うん、で、その、あの、共有したものがですね。はい、その支援につながるといいなというふうに、あの、思っています。あの、本当に、これがあの。どうなるかわからないですね。うん、あの、えー。支援をするだとか。 えーとボッキングをするだとか、そういうのはなかなか難しいと思うんですが、映画を見ますと、頑張ってる人がすごいたくさん出ています。そういう人をあの応援したいという気持ちになってくれたらなという本当うは,はえまだまだ監督は今,今現にあの夜明けの道を歩いてるわけでね。 あのぜひともこの中、夜明けにたどり着くっていうね、ところも、やはりまた見たいかなとは思うんですけどね、<laughs> 多分今もまたセル,フセルフで撮ってられると思うんですけどね、まあ、それがやはり明るい感じで、今度またね、次の作品が見れたら、こうしたことはないと思うんですよね。そうですね、はいえー。やっぱり平和な時代になってですね、彼が、はい、あの本当に、あの、 撮りたかった作品をですね、はいあの、撮れるような時代が来ればいいなという,う,いす,ねうですね。もう一回、ね、みんな笑かしてくれる作品がね、1個はそのちょっとまだその到達までのちょっとドキュメンタリーがあって、でそれが終わって、本来の監督の、ね、作品がまたミャンマーからねは発信されたらね、それが一番いいいいベストな方向かなと思うんですよね。 そうですね、はい、あの彼もあのそれを望んでいると思いますし、また、はい、やっぱり彼だけでなくて、たくさんの映画人ですとか、はい、ジャーナリストたちが、はい、あの同じような思いを持っていてですね、はい、彼と同じようにあのジャングルで撮り続けている人もいるわけです。なので、これをきっかけにして、はい、そういうその、えー、ミャンマーの他の作品もですね、はい あの、関心を持っていただいたというふうにも思います。そうですね。はい。もう監督だけ応援するやつ、これはもう。世界平和につながる思いのね、作品ですからね。その辺を。共有していただきたいと思います。はい。あの、作品と監督を応援されている、えー、北角さん,んですけども。えー、最後にまたメッセージをお願いいたします。そうですね。はい。あのーえー、監督と思いを持った。はい、ええー。 人たちが日本にもいます、はいでえー、例えばあの、毎週末はですね、クーデターから3年経ちますけれども、はい、今も街頭で、あのーえー、避難民のための募金をしていたりとか、はい、あと、あのー、ミャンマー料理の料理会をして、お竜、はいえー、を図って、そこで、えー、そういう話を説明したりですとか。 えそういうような活動が、あのー、よく行われています。はい、えなので、えーと、日本でもですね、あのー、そういう、あのーえーえー、縁があると思うんですね。はい、でなので、えー、この映画あのきっかけにしていただいて、はいえー、身の回りにも、あのー、そういう問題、えー、と関わりのある人たくさんいると思いますので、はい、そういう人たちにも、あのー に関心持ってあの、ね、いただければといいう,うに思います、まあ、とりあえずもう皆さんにちょっともう一度関心を持ってもらうのが、ね、あのい,い,いい展開だと思いますのでね、微、はい、力ですけども、応援させていただきますありがとうございます。現状を知るということも大事ですからね、テレビでは報道されない部分もあるし、こ,のえこういう本当に監督自身の ING が、ね、見れるということだけでもいいと思いますので、ね。 それで。そうですね。はい。はい。まあ、見ることも、平和につながるかもしれませんしね。はい。あの、映画のヒットとともにもう世界が、平和になることを祈って、微力ですけど、応援させていただきます。はい、えー、よろしくお願いします。はい。本日はお忙しい中、どうもありがとうございました。ありがとうございました。